はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう目の前にありますけれども、ナルト疾風伝忍びの絆っていうね、一番くじを、オンラインでやりました。はい、まあその結果ですよね。はい、まあね、今回の目玉はこのフィギュア5体。はい、まあラストワンがかかしなんですけれども、まあ上位賞 ABCD とね、はい、フィギュアがあって、それぞれロットに2つずつ、はい、普通にオンラインくじの開始時間になって入ったらもうね、やってるやってる、埋まってましたね。なので自分待ちました。はい、まあ、一応ねその内容、まあ何賞があるかとか何賞があるかとかなんですが、まあこういう感じでね、 A 賞がナルトで、 B 賞サスケで、 C 賞がガーラで、 D 賞がイタチで、 E がタンブラーで、 F がラバーコースターで、 G がクリアポスターで、ラストワンでカカチと。はい、で自分の狙いはね、まあナルト、ナルト、ガーラ、イタチ、この3体狙い。サスケはね、ちょっと、この画像を見た感じだとね、どうなんだろうっていう感じだったんで、で、ラストワンのカカシはちょっと問題外かなってね、まあ自分のあれですよ、個人主観ですが、カカシはね、なんかね、出来があんま良さげに見えないんだよね。なんかこれを見てもらえば分かるんですけど、顔がね、あんま似てないっていうかね、なんか変なんですよね。だからラストワンはいらないと。で、ナルトをこうやって見てもね、かなり出来ですよね。ナルト一番欲しかったですね。サスケも悪くはないんですけどね。で、ガーラは、これはめっちゃ欲しかった。これめっちゃ欲しい。これは絶対欲しかったですね。で、イタチ。イタチもめっちゃ出来良さそう。まあ、タンブラーはランダムですよね。で、ラバーコースターは選べると。はい。で、クリアポスターも選べると。はい。こんな感じですよね。はい。なんか変なんだよな。はい。ということでね、まあ、やった結果なんですが、一応ね、自分が並んだところは、もうすでにね、17人ぐらい並んでたんですよ。はい、まっさらな状態で。で、どんどん引かれてって、で、自分の番に来る頃には、残り枚数が34枚ぐらいだったんですよ。で、なんと上位賞が全部残ってるっていうね。で、上位賞がね、まあ、全部って言っても、2つずつ残ってるわけじゃなくて、何個か抜かれてたんですよ。でも全種類はあったっていう感じなんですけれども、まあ、そこでね、自分の番になった時に、あれ最大で20回できるんですよね。もう結構危険だなと思って、てっきり10回までかと思ったんですけど、まあでも20回どうなんだろうなと思って、その一応ね10回までのつもりでいたんで、でもね、上位賞は結構残ってるし、確率的にもね、かなりいい感じで弾けるんじゃないかなと思って、まあ、とりあえず10回やりましたよ。はい。10回やれば、もう1体はね、当たるだろうと思って、もう下手すりゃ2、3体いっちゃうんじゃないかなと思ってね。はい。で、やりました。はい。その結果ね、解消の方からちょっと見ていきましょうかね。はい。ではね、解消から、まず、こちら、はい、 G 賞ですね。はい、G 賞のクリアポスター、まあ出るよね。このナルトめっちゃかっこいいけどね。次、はい、クリアポスター、はい、ウチハマダラ、はい、はい、次ダン、はい、クリアポスターガーラ、次はい、クリアポスター。いや、マジかよって感じだよね。で、次。はい、クリアポスター。
いや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 、ちょっと待ってよっていう感じだよね。で次、アイクリアポスター、いやこれね、クリアポスター、はい、以上ですね。6個、10回引いて6個が、一番最下位の G 賞でしたね。いや引き割ると思ってね、いやこれまずくないかと思いましたね。はい、じゃあ次ですね、 F ですね。はい、 F はダーン、はい、ありますね。はい、 F 賞ラバーコースターナルトです。で次、 IF 賞ラバーコースター、はい、ここでもう8回ですからね。はい、次、IF 賞ラバーコースターマジかって話ですよね。10回中9回が今のところ快勝ですよ。もしかしてこれ全滅と思って、確率的にありえねえと思って、で最後です。はい、最後の1回何が来たか、じゃじゃん、はい、いい賞アートタンブラーもうね34個残ってて、でフィギュア選手あったんですよね。で10回引いて全部爆死解消、残り24回でもう全種類あって、そのうちの、2種類がまだ2個あったのかな。だから次引く人なんてもう確実にフィギュアね、10回引いたら必ず出る感じですよね。いやもうね、すごいいいパス上げちゃったみたいな、もう泣きたくなりましたね。さすがにもう並び直すことできないしね、もうその自分の後ろにもかなり並んでたんでね。かといってもう10回やったらもうね出ないから、もう諦めつかないんですよ。とにかくフィギュアが欲しいと思って、別のねボックスを探しました。はい、相変わらずみんなね全部埋まってて、でまた並び直したんですよ。なかなかいい感じに残ってたところ、はい、そっちでもう10回やったんですよ。はい、その結果をねまた解消から見ていきたいと思います。はい、ではね、解消 G 賞はバーン、はい、出ましたね。はい、 G 賞クリアポスター、はい、次バーン、はい、 G 賞クリアポスター、はい、次、はい、 G 賞クリアポスターいやマジかって感じですよ。はい、続いて F 賞、はい、はい、 F 賞あるよね。はい、ラバーコースター、次、はい、ラバーコースターはい、これで半分いきましたね。はい、で次 E 賞アートタンブラーは出たかどうか。はい、出るよね。はい、アートタンブラー。次。はい、アートタンブラー。で、次。はい、アートタンブラー。はい、ここで、8回。8回ですよね。さて、この次ですよ。はい。この次っつったらもうフィギュア賞ですからね。はい、果たしてフィギュア賞何が出たのか。はい、こちらバーン、収まりきらない C 賞のガーラ、C 賞のガーラ来ましたね。いや、よかった、 C 賞は欲しかったんでね、ガーラ、はい、出てくれました、 C 賞。はい、最後の1枚ですね。さあ何が出たか、こちらバン、はい、 B 賞サスケ、はい、 B 賞サスケ、はい、こんな感じでね、 BC でなんとかフィギュアゲットできました。はい、20回で結局フィギュア2体か、
20回で、2体なんで 10回で1体って考えれば、まあ普通かなって感じですよね。結果的に普通かなって。結構ね、そのね、2回目の10回が引き良かったのかもしれないね。いい、本当いい残り方してたんですよね、うん、でね、そこで調子に乗っちゃったんだろうね、まあ、また別のボックス見ちゃったんですよ。そしたらまたいい残り方のボックスがあって、ま、ちょっと3回だけやろうかなと思ってね、やりました、はい、その結果ね、はい、ラバーコースターですね、はい、で、はいはい、アートダンブラーで、アートダンブラーってね、はい、もうね、もう調子に乗っちゃダメですね、人間欲をかいちゃダメです、はい、ということでね、とりあえず、まあ、フィギュアは開封します、はい、であとね、印象のタンブラー、もうブラインドですけどね、まあ、ブラインドグッズ開封チャンネルの方であげようかなとも思いますけど、まあこれでいいか、こっちのチャンネルで、開けちゃいたいと思います。ではとりあえずね、師匠のガーラ見ていきましょう。はい、師匠のガーラのね、ブリスターの状態ですね、まあ、今回一応ブリスターに入ってましたね、うんうん、こんな感じですね。重さ的にはね、箱的には B 賞のサスケが一番でかいんですけど、ガーラはね B 賞のサスケより重いですね、うん、まあ瓢箪でしょうね、重さがねあるのは、はい、ではブリスターから出してみましょう。はい、開封しました。では見ていきましょう、こちら。はい、いや、これガーラかっこいいなこのガーラマジかっこいいな、イケメンですよ。いや、かっこいい、これ風影のガーラ、まあ、ところどころね、こういう汚しが入ってるんで、うん、情報量はありますね。シャドウも入ってます。でね、このひょうたんよこれがねめっちゃ重いです。かなり後ろに持ってかれる感じ、身が詰まってるって感じだね、本当に。いや、でもよくできてるわ。このひび割れの表現とかもね、あるし。で、何よりね、このガーラのこのツンツンヘアもね、すごくよく再現されてます。尖ってる。うん。で、この無表情。いいですね。で、今回はね、補助パーツとしてね、はい、こちら支柱でしたね、はい、これはガーラだけなのかわかんないけど、これ支柱で止める感じですね、うん、こういう感じかな、はい、こういう感じですね。いや、これはガーラいいね、一番くじのガーラで一番できんじゃないかな。はい、続いて C 賞のサスケですね、はい、これは箱がでかいんですよね、うん、ではこちらを開封したいと思います。はい、サスケのブリスターの状態はこうですね。まあ確かに横に広いよね、うん、ワンパーツ構成なんで、あれだね、やっぱ刀の分だけ幅が広がってるって感じですね、うん、ではこちらブリスターからも出してみましょう。はい、開封しました。ではね、サスケ見ていきましょう、こちら。はい、まあ横向いてるんでね、うん、まあ、正面から見るとこんな感じ、うん、まあサスケは何だろう、髪型のせいなのかな、なんかヘルメットかぶってるみたいになってんだよね、うん、なんかのっぺりしてる感じがあるんだよな、もうちょっとなんかこう
立体的に表現してもらえたらなと思うんですけど、こうね、完璧にツルツルですもん上の髪の毛で、刀ですね。刀をちょっと足しているところ、まあ、刀はねちょっとチャッチーですね、まあ、ここら辺はプライズレベルといった感じかな。で、帯ひも、これはよく再現されてますね、ちゃんとウェザリングも入っていて、ひも、もねこう本当に動くんで結構しなるんでね、あとはまあ特筆すべきはないかな。ただ角度によってはねめちゃくちゃかっこいいですね角度によってはほんとこれめちゃくちゃいいわ、こういう角度とかね、これ角度限定だったらもう前回のね、一番くじのサスケよりいいかもしれない。まあ、こうやって正面で飾る人もいないかもしれない。だいたいこっちかこういう斜めぐらいだよね。でこちらのね補助パーツはやっぱ通常通りの補助パーツでしたね。はい、ということで、次ブラインドものでねタンブラーがありますけれども、こちらをね開封しましょう。一応全6種、はい、全6種なんで早速開けていきましょう。はい、まず1個目いきます。せーの、あ、サスケかな、はい、サスケ、はい、こんな感じですね。まあタンブラー、まあタンブラーですね軽いプラスチックですね、なんてことはない。ただ柄が入っててその柄がかっこいい。まあ飾り映えもするんじゃないですかね、はい、はい、では2個目いきます。せーの、あ、かかし先生、かかしかっこいいなやっぱな、やっぱこうマスクして、マスクしてる方がかっこいいな。はい、はい、3個目、はい、いきます。せーの、あー、サスケ、はい、ダブリー、はい、では4個目いきます。はい、せーの、はい、来た、はい、ナルト、よしよし、はい、ナルトですね。いいね、やっぱ金、黒に金って映えるよね、いや、かっこいいな。はい、はい、5個目いきます。せーの、あ、クラマ、はい、クラマです。いや、いいね、クラマも、ナルトと一緒に飾ればね、いい感じです。で残りはイタチとガーラですね、だったらガーラかな、どうせフィギュア引いてるんでね、ガーラ一緒に並べたいですね。よし、ガーラ狙い。いきます。せーの。あ、クラマだ、ぶった。はい、ということでね、今回の一番くじ、結果的にはね、普通。まあ最初の10回でもう爆死したんで、もう諦めかけてたんですがね。なんとか
通に持っていけたかなって思いますね。はい。で、ラストワンのこのカカチ、何が変化っつったら、口出してるからなんだ。確かに口出しカカチって珍しいよね。あの、劇中とか作中にもめったに出してないですよね。まあ、変装しての顔出しはありますけど、この忍びのね、戦闘服での素顔ってなくないですか、フィギュアで。初じゃないかな。だからか、なんかすっげえ違和感があるなと思ったんだよね。そうだよね、カカシ素顔なんだこれ。あ、だからか。まあ、だとしたらね、価値的なもんもありますよね、このラストワンのカカシ。はい、といった感じですね。まあ、イタチとね、ナルトも欲しかったな。うん、まあ、一応私の結果はこんなところでした。まあ、皆さんはね、惹かれましたでしょうか。結構やっぱね、ナルトは人気ですぐなくなっちゃいますんでね。うん。店頭でも行ったんですけどね、もう全然どこも売ってなかったですね。はい。はい。ということでね、今回のご紹介は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。